皆さんこんにちは、相馬紅役の梅原雄一郎です。フルバに出てくるキャラクターの中で、そうですね、一押しのキャラクターは、そうですね、まあ、クレノを演じる身としてはやはりウオちゃんが、気になっております。そうですね、この後クレノと再び会うことができるのかとか、いろいろ皆様も、期待していると思いますので、ウオちゃんの何と言いますかね、強いながらもけなげな性格がとても好きです。そして、フルーツバスケットをついに最終章ザ・ファイナルへと突入します。そうですね、セカンドシーズンとても気になるところで、終わったと思うんですけれども、クレノとしてもまだまだ見せ場がございます。そしてお話もどんどん深くなっていって、きっと最後まで見たくなるような作品だと思いますので、ぜひとも最後までよろしくお願いします。